東京株式市場は全面安の展開となっています。平均株価は昨日の終値より一時360円以上値を下げ、目前に迫っていた2万円の大台から遠ざかっています。一方、東京外国為替市場ではドルを売って比較的安全な通貨とされる円を買う動きが強まり、1ドル110円台後半から111円台前半で推移しています。